伊丹大地の東端となる稲川のし岸丘の崖、川西守河武地区伊丹大地とは、兵庫県の南東部、稲川と向こう側の間に広がる、丘陵地、大地である。北部は、長尾連山に接し、南西方面に向けてなだらかに傾斜し、天が平野に至る。京伏見街道、西宮街道が通る、交通の要衝であり、豊富な水源を利用し、江戸期には、 手造業が栄える。北部は長尾山、東部は稲川、西部は向こう側に挟まれた南北に長い大地である。東西約4キロメートル南北約8キロメートルで、北端が標高50メートルと高く南に向かって低くなり、南端は天ヶ崎低地の下に没している。大地のほぼ中央部に根葉地がある。約12万年前頃まで。 北部の長尾連山より、伊南は浅い海であった。稲川や向こうのほか、長尾連山から流れ込む天神川などの土砂による自然の埋め立て作用で大地が形成された。伊丹大地は主に、稲川と向こうが運んできた砂礫が海を埋め、その後この領域一帯が隆起した。その際東側が西側より高くなる、軽道隆起となったため大地東側には、 稲川の侵食による明瞭な崖が形成された。隆起し続ける大地の上に天神川と天皇寺川からの土砂歴が供給された。大地化が進んだ後、現在の根葉地付近に南西から北東に伸びる断層くぼ地である根葉地地交代が形成された。現在の天神川と天皇寺川はこのくぼ地に沿って流れ向こう側に合流している。ありがとうございます。